一島島のニュージーランド領であり、オークランド諸島の本島である、オークランド島の北辺に位置している。浜に群れるニュージーランドアシカポリネシア人の定住の、痕跡は13世紀から14世紀のものが見られる。定住場所は、サンディベイであり、風雨から守られ、比較的荒れていない場所であり、アシカの繁殖場所へも行きやすい場所であった。1887年3月20日、 アメリカのボストンで登記された鉄製爆船、デリー・キャッスル号が9日間の旅程の後、エンダービー諸島の周辺で座礁した。同船は、P ・リチャードソン &CO の所有で、キャプテン J ・ゴーフ船長の指揮のもと、オーストラリア・ジーロングから、イギリスのコーンウォール州、ファルマスへの航海の途上であり、23名の乗組員と1名の旅客を乗せ、貨物として小麦を積載していた。 デリー・キャッスル号の生存者は、サンディベイで遭難者避難所を発見し、その周囲に、粗雑な住居を築いた。また、海を見下ろす、崖の上に、漂着した仲間の乗組員の遺体を埋め、選手像を墓の目印とした。192日後、デリー・キャッスル号は、海上保険を扱っていたロイズ・オブ・ロンドンによって、遭難したと公式に発表された。 1887年9月21日、45トンの蒸気船 r ア,ア号が、オークランド諸島での違法なアシカの公開から、オーストラリア・ビクトリア州のホブソン湾へ戻った。同船には、デリー・キャッスル号からの残りの生存者8名が、乗っていた。デリー・キャッスル号の墓所は、それが朽ち果てるまで、長年ニュージーランド政府によって維持された。しかし、第二次世界大戦中、 島内に、岬の遠征計画で駐屯した、コーストウォッチャーズによって、選手像が再建された。現在、選手像は、ナンパジの他の遺留品ともに、クライストチャーチのカンタベリー博物館で見ることができる。船員の墓地跡には、破壊種が建てられている。オークランド在来の動物賞には、オークランド王やニュージーランドアシカなどが存在する。導入されたものには、 ウサギや畜牛が存在した。ウサギの明確な別品種がエンダービー島に存在する。ウサギはこの島にはもともと住んでおらず、1865年10月にオーストラリアから持ち込まれた。導入後、個体群は130年余りで分離したとされる。固有の海鳥などの生息環境保護のために1990年代初期にウサギは島内から根絶され、 品種は飼育下で生き残った。エンダービーアイランドラビットは主にシルバーグレーの毛色をしているが、劣性遺伝で稀にクリーム色やベージュ色のものも生まれる。ウサギ同様、畜牛も19世紀末に島内に持ち込まれた。ショートホーンの畜牛は1894年、保険者によって島内に持ち込まれ、海藻や土着の植物を食べつつ生き残り、独自の野生種となった。 1980年半ば、畜牛は島内の植生をほぼ壊滅させ、この問題は自然保護局の注目の的になった。このため、畜牛の島内からの駆除の試みが行われた。1990年代半ばには、島内の畜牛はレディ1頭を残すのみとなり、レディは1993年2月にニュージーランド本土へ輸送された。その後、 レディはクローニングを含め品種を残すための努力の対象となった。レディは2009年5月に24人の障害を終えた。オークランドを、クリーロコガモ、オークランドクイナ、オークランドムカシジシギなど数種類の海鳥の繁殖地群としての重要性からバードライフインターナショナルによって識別されたオークランド島群重要野鳥生息地の一部となっている。エンダービー海岸線の様子。 崖から火山性の地層が見えるエンダービー諸島はキャンベル海外に乗っており2500万年から1000万年前の間にできた噴火によってできた火山の侵食から残った残りとされる。ありがとうございます。